チェアマンってどんなことするんですか？日本のサッカーの、まあ、将来のために変えなきゃいけないことを、まあ、変えたり、うん、そっちの方向に持っていったりするのがチェアマンの役割なんじゃないかなとは思うけど、うん、選手はヨーロッパの今の5大リーグに行きたいとかっていう意思がありますよね、うん、それはどんどん行けばいいと思うんですよ、うん、ただでもこれをこうしていくことが必要だと思うね、はい。2022年3月元 J リーガー初の、しかもですね、歴代最年少の J リーグチェアマンに就任と。これはオファーが来たんですよね。チェアマンを選ぶ委員会みたいなのがあって、はい、選ばれた場合は受けてくれますかみたいなのを何人かに多分やってるんですよ。何名か候補者がいらっしゃるんですね。多分だからそのやるっていう人じゃないとダメじゃない、はいはい、以前はまだ僕やらないですって言ってたけど、うん、今回に関してはもしそうなったらやりますよっていうふうには伝えて、まあ、あとはもう選ぶかどうかはその人たちが選ぶ。それはそのチェアマンやってもいいかなって思ったなんかきっかけはあるんですか？コロナになったりして、まあ、いろんなことが変わったり、うん、それこそ J リーグと世界の他のリーグとの違いみたいなのも少しこう見えてきた中で、うん、やれと言われるなら今はやった方がいいなと思ったのかもしれないね。視聴者の方も知らない方が多いと思うんですけど、はいはい、チェアマンってどんなことするんですか？これもねよく聞かれますけど、はい、どんなことをするんだろうな。 J リーグと日本サッカー協会っていうのがあるじゃないですか。それはもう明確に違う。それ明確に違って J リーグの中でのお仕事ですよね、うん、そう。でこれはクラブが各地域を含めて何十チームかあって、うん、J リーグのリーグを取りまとめて運営していくトップですよね。まあ、簡単に言うと、そうだよね。だそこを国内だけでじゃあリーグ戦なり何なりが行えればいいとするなら、はい、そんなにやることは多くないかもしれないけど、はい、今も世界とどう戦っていくかみたいなことを考えた時に、はい、日本のサッカーのまあ、将来のために変えなきゃいけないことをまあ変えたり、そっちの方向に持っていったりするのがチェアマンの役割なんじゃないかなとは思うけどな、うん、今そのアジアにおける J リーグの立ち位置って野々村さんから見るとどのあたりにいるんですか？あ、もう一番じゃないですか。一番もうアジアでは、アジアって言っても東アジアではね、東アジアでは、まあ、金額的なことを言うとやっぱサウジとかあっちの方に行くと、はい、クリスティアーノ・ロナウドがあっちのクラブに行ったりみたいなことはあっても、そのリーグのオペレーションとかサポーターとかも含めた、うん、サッカーのこう全体のエンターテインメント性は、はい、アジアではもう今は一番だと思うんですよね、うんうん、これをもっと魅力的なものにするためにどうするかっていうことを多分徹底してやればよくて、うん、ヨーロッパ5大リーグに追いつこうとか、はい、あんまり、うん、もうプレー面ではもちろんね、はい、吸収できるとかたくさんあると思うけど、そういうことではない方が、うん、30年後にはなんか いろいろいい局面になってんのかなと思ったりはしていて、アジアの子供たちとかがもうみんな見たいとか、うん、あそこに行きたいとか、はい、っていうようなものにもし慣れたなら 2,30 年後に、まあ、ヨーロッパ、アジアでは日本で、アメリカのメジャーリーグサッカーがどうなってるかみたいな感じの3つぐらいがボンとなってるのがいいのかな、うん、っていうことを考えながらなんかいろいろやっていく、はい、人かな。だからそういった点で言うと J リーグの今のこう課題といいますか、うん、どのあたり感じてらっしゃいます？まあいっぱいあると思いますよ、はい、いっぱいあるんだけど、まずだから日本だってことですね。ここは日本で、はい、うん、日本の例えばメディア環境一つとっても全然違うわけですよね、はい、ヨーロッパとは全く違う、はい、どうやってサッカーを世の中の人に伝えていくのかみたいなことを、うん、やっぱ日本の事情をよく考えた上でやっていかないと、うん、やっぱ多くの人に伝わんないと思うんですよ、はい、だからそこはこう変えていかないといけないよなとは思ってて、うん、なんか私が勝手に思うところなんですけど、
SNS 含めて、ウェブ上のメディアみたいなもの、あとは個人的なものとかいろいろ含めてあると思うんですけど、テレビと言われるものとか、そういったものをしっかりと活用していくっていうのは、そうそうそう、 J リーグとしてきっと考えてらっしゃるんだろうなと思うんですけど、いかがですか？そこはもう絶対に使った方がいいと、うん、東京の人が東京のメディアのことだけを考えてサッカーの露出難しいよなっていうのはもう思考停止してるだけだから、うん、はい、地方の民放、まあ、ローカル の、はい、あの枠ってもうしっかりあるわけで、はい、そこでその地方のクラブの露出を増やしていけば、うん、結構な露出にはなると思うんですよね。地域のクラブはその地域の人が応援してくれるのがほとんどなわけで、うんうん、その地域のスターになればいいわけなんで、はい、そこはまあ利用すればいいし、はい、それがこれなんですよね。僕今日すごくお話ししたいなと思ったのが、高校時代の野々村さんを知ってるのってキックオフとかなんですよ。そうだよね、はい、地元の高校生とか地元出身の、社会人の人とか、うん、まあまあ地域の人だよね、はい、小学生とかを取り上げて、だからみんながその地域のスターを知ってるわけですよ。これが静岡清水のまあまあサッカー文化に大きく、俺はそう思ってますよ、影響ありましたもんね。あったと思いますよ。でそうするとアイドルなんですよ、地域のね、地域の、いやそう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 、ということをきっと野々村さんはやるだろうななんていうのを、そうだから それを今も J リーグで全国でも45都道府県かなに番組を作って、例えば去年トライアルでやってるんだけど、はい、5エリアでトライアルして露出も50倍ぐらいにはなってるし、はい、広告換算価値もまあ50倍ぐらいにはなってるんですよね、うんうん、だからそれは別にリーグがそのまま回収できなくても、はい、地域のクラブとか地域のサッカーにとってメリットがあるなら、はい、十分投資した分価値はあるでしょうっていうふうには思ってるんで、やっぱそういう考えをチェアマンが旗振ってやってくれるっていうのはサッカー界にとって大きいなって感じるんですよ。いやーケータうまいこと言うなお前。いや本当ですよ、そのコンサドーレ札幌でやってこられたその売り上げをまあ3倍とかいろいろありましたけど、結局みんなが参加したりタッチポイントどれだけ持つかっていう話ですもんね。多分ねサッカーの作り方って俺そうじゃないかなと思うんだよね、うんうん、関わったら楽しいけど、関わったら関わった分だけやっぱそのチームが強くなるとかって実際にあると思うんですよ、はい、クラブを任される方はその数が増えれば増えるほどやっぱ責任は増えるわけだから、はい、その期待に応えなきゃいけないっていう難しさはあるけど、リアルに関わることがなくなっていく世の中でサッカーはやっぱあの場に集まってみんなで何かすることで勝たせることもできるし、リアルなコミュニティも作れるし、うん、そもそもサッカーの一番大切なとこ何ですかっていうのは、はい、きっとそういうことなんじゃないかなと、多分やってた俺らは分かってんのかもしれないですけど、はあ、選手は海外に出ていきたいじゃないですか、うんうんうん、でヨーロッパの今の5大リーグに行きたいとかっていう意思がありますよね、うんうん、それに対して J リーグとしてはどういう考えで選手の育成含めて考えてらっしゃいます？やっぱ高いところに行きたいなっていう思いはもうこれ当たり前だから、それはどんどん行けばいいと思うんですよ、はい、ただ言いたいのは、これクラブでもそうなんだけど、今はヨーロッパがすごいと、はい、だから日本はまだここだと、はい、でもこれをこうしていくことが必要だと思うね、はい、今はじゃあ行けばいいけど、うん、どっかのタイミングで行かなくてもこっちでも十分いろんなことが得られるよね、うん、その収入も技術的なものもっていう風になっていくんだっていうことが結構重要なのかなと思ってて、あ、まあ、だからこそじゃあ J リーグとか、まあ、日本のサッカーに関わってる人たちが日本のサッカーをもっとこう魅力的にするっていうことがすごく重要なんだけど、うん、外に出ることだけが正解じゃないよねっていうものをどう用意してあげるかっていうことなんじゃない、こっちが伸びなければもう出ていくのが当然かなと、はい、うん、ビジョンは見せて結果もこう見せていくってことが必要なんだと思うんですよね。日本サッカー全体としていやもうそこまでの成長は諦めてここをなんとか維持しようっていうなんか意思決定が日本サッカーとしてあるならそれはそれでもうしょうがないとは思うし、まあでも
目指せばいいでしょ上、はい、ね。野々村さん筆頭に俺は皆さんお願いしますよ。そうですね、あの最後に、はい、このチャンネルを見ているサッカーファンの皆さんに J リーグから一言いただけたら。 J リーグからですか、はい、いかにビジネス的にうまくやれたとしても本当にこう地域それぞれでサッカーに情熱持って関わってくれてる人がいなかったら多分強くならないと思うんですよね。それはもう日本サッカー全体もクラブも。だからとにかくサッカーに関わって楽しんでもらいたいなっていうのと、関わると楽しんだっていうことをより多くの人にこうお伝えいただきたいな。それはあの自分の親でもいいし子供でもいいしお友達でもいいんで、やっぱ関わると楽しいし、関わるとなんかその地域のクラブが強くなるんだとか、知らんいつの間にかこんなちっちゃかった子がワールドカップ出てますみたいなのが数十年後起こるはずなので、まあちょっと長い目でサッカーとお付き合いいただけたらなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます、ということで本日は野々村さんと野々村義和のサッカー史を振り返ってJリーグのこれからをお話しいただきましたけれども、皆さんもスタジアムに足を運んで、そして地元のチームを盛り上げていただきたいなと思います。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。いかがでした。いやもっと聞きたかった本当はね。で深い話も経営者として聞きたいなって思ったし、達観してるように見えたり、ビジネスとしてもこうどういうふうにやりながらってこうバランス取ってるようなところもあると思うんですけど、その根底にはやっぱサッカー愛が深いなと、静岡の清水の人だなって感じを受けましたね。まあ僕も将来的にクラブチームの、まあ、経営というものに携わってみたいなとか、日本のサッカー界を盛り上げていきたいなって思っている中で、やっぱこうロールモデルというか先を行ってる先輩としてものすごく魅力的ですよね。今日の話を聞いて桂田さん的に個人的になんですけど、期待値は高まりました。いやめちゃくちゃ高いですよ。45都道府県って言ってましたの地域の中で、そういったこう民放ローカル局使いながらその地域を盛り上げていく、ここがベースですよねっていう、多分原体験から来てるものだと思うんですよね。でそれが本当にうまくいくかいかないかっていうのは当然地域によって差があるかもしれませんし、でもやろうとしてることって、あの僕自身もそれ経験してきてるんでなんとなくわかるんですよね。だからどれだけ日頃そのサッカーに触れてるのか、しかも自分から遠い世界のものじゃなくて自分の地域の行けば会いに行ける選手たちとかグランドがあったり、なんかそれをこう地元の中で盛り上げていく、これは、ね、今まであるようでなかったじゃないですか。なんかそういったところになんか可能性というか、ものすごくサッカーの裾野が広がっていくんじゃないかなっていう想像というかイマジネーションというか感じましたね。我々もできることを頑張りましょう、サッカー界を盛り上げるためにね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。